ああやばいやばい、そんなに慌ててどうしたんだ？お金がなくて、いくらあるんだ？83円。よくそこまで減らせたな。まあ銀行に行けばあるんだけどね。しょうがないからおろしに行くか。ちなみにお前どこの銀行を使ってるんだ？三菱 UFJ 銀行。ふーん。それにしても毎日暑いな。こういう時はビールに限るね。お前はどこのビールが好きなんだ？やっぱキリン一番搾りでしょ。お前キリン派だったんだ。と言いたいところだけどメタボが気になるからパーフェクトフリーで。お前メタボ気にしてたの？そうだ、最近ダーツで三菱自動車のパジェロ当たったんだ。東京フレンドパークか。それにしてもお前の周りは三菱だらけだな。え、そうかな？キリンも三菱グループだしな。そんな三菱の創業者を知っているか？もちろん知ってるよ、三菱さんという人でしょ。なぜ知っていると嘘をついた？夏の魔物がそうさせたのさ。意味がわかんねえよ。ちょっと気になるから三菱の創業者について教えてくれたら三菱食品が輸入しているハリボーをあげよう。ハッピーコーラだぞ。しょうがないね。今回お前に解説する人物は、岩崎弥太郎だ。騙されないぞ、この人クワマンでしょ。岩崎弥太郎っつってるだろうが。でこのクワマンがどうしたの？しつこいわ。岩崎弥太郎は1834年土佐国安芸郡井の口村、現在の高知県安芸市で生まれた。土佐っ子だったんだ。岩崎家は地毛浪人と呼ばれる階級の武士で、一応名字と刀を持つことが許された。一応って？土佐藩は厳しい身分制度で上司と下士に分かれてて合士は下士に入るんだ。なぜにそんな分け方を？土佐はもともと長宗我部家が支配していたが、関ヶ原の戦いなどで領土を没収されて山内家が支配するんだ。それで山内家は自分の部下を上司にして長宗我部の元部下を合士に格下げして農耕に従事させたんだ。武器が刀から桑に変わっちゃうのか。それで岩崎家は元合士の地毛浪人だった。元ってどういうこと？合士の身分を売った。身分って売れるの？先祖がお金に困って合士株を売って地毛浪人になった。いくらで売ってたんだろう？それで弥太郎は岩崎家の長男として生まれた。つまり跡取り息子ということか。わんぱくなガキ大将でチャンバラごっこをしている少年だった。普通の少年だね。狸狩りをしようと古木に火をつけて炙り出そうとしたら燃え上がってしまい小便で消そうとした普通の少年だった。普通ではないですね。村でついたあだ名は悪太郎。悪ガキじゃねえか。14歳の春に高知城下に出て親戚が開いていた有名な塾に入った。悪ガキなのに頭がいいってずるくない？しかし1年で塾を追い出された。一体どうして？弥太郎は岩崎家本家の跡取り息子なんだが他にも分家というのがあった。分家ってなんか聞いたことがあるね。弥太郎の父、弥次郎は本家の当主。本来重たい責任と権限があるはずなんだが、なかったの？弥次郎は能力がないから分家に村のいろんな役目をやらせよう。これは面目が立たない。それで弥次郎はプライドが高くて分家や庄屋と喧嘩が多かった。めんどくさい親父だな。それで弥太郎は母を気遣ってたびたび家に帰ってたんだが、優しいじゃないですか。それが多すぎて塾の先生が、身が入ってないからもうやめたら？それで塾を追い出されたの？弥太郎は頭が良く程度で学ぶことを夢見ていたがなかなか実現せず、それで尺八や釣り、狩りを楽しむという生活をしていた。何その裏山けしからん生活は。その後再び同じ塾に入るが今度は先生が亡くなってしまった。勉強したいのに勉強できないのか。しかし面識がない藩士が江戸に行くことになったのを聞きつけて弥太郎は家に突撃して、江戸に連れてってください。いいよ。それで江戸に行くことに。行動力の化身だな。母親にこのことを伝えたところ、息子がとうとう頭が変になったのか。そりゃ思うわ。まあ弥太郎はお金のこととか全く考えてなかったみたいだからな。え、じゃあどうするの？ここで父親が、俺に任せろ。それで残り少ない山林を売ってお金を捻出して弥太郎を江戸に向かわせた。父ちゃんかっけえ。それで2ヶ月かけて江戸に行きレベルの高いところで勉強することができた。昔は勉強するのも大変だったんだな。外国のことも含めて多くのことを吸収できたが江戸入りして1年後に母親から手紙が来て、早く帰ってきてほしい。一体なぜ？親父の弥次郎が酒の席で庄屋と喧嘩して庄屋の用心棒にボコボコにされて大怪我を負って寝込んだらしい。親父、また父親のせいで戻る羽目になったの？殴ってないぞ。酒の飲みすぎて田んぼの溝に落ちたのでは？と庄屋は言い張り母親が奉行所に駆け込むもまともに取り合わなかった。それで弥太郎に助けを求めたのか。弥太郎は帰郷を決意するも余費がなかったのでありったけの服を持って道中で売って路銀にした。それで息が2ヶ月だったのに対して16日で江戸から土佐まで帰った。何その RTA。弥太郎は事件の詳細を聞いて激怒、奉行所へ訴状を提出した。これで庄屋の悪事がわかるのか。その前に庄屋が奉行所の役人に賄賂を送って準備はバッチリ、分家も庄屋側についた。わあなんて公平な裁判だ。奉行所は、大酒を食らって不確実なことを申し立てるとは不届き千万である、と逆に父親を叱った。これは江戸時代ですな。これで弥太郎はキレて、もしかして役人を殴っちゃったとか？役所の壁に、役人の仕事は賄賂を持って成り立っていて裁判は個人の感情で行われている、と大きな筆で落書きをした。はぁ？それで弥太郎は牢獄に入れられた。そりゃそうでしょうね。罪自体は軽かったが奉行所を侮辱したことで牢獄に入れられて処理が放置された。それで弥太郎は半年監獄中生活に。結構長いな。この時囚人の中にそろばんができる木こりがいて弥太郎に算術を教えてくれた。花の江戸ではなく牢獄で勉強する羽目になるとは。後に弥太郎が勝訴して庄屋などは処分されたが、喧嘩両成敗で訴えを起こした弥太郎は名字帯刀が剥奪、井の口村追放という判決が下された。なんという理不尽。その後弥太郎は井の口村を出て高知の別の村を間借りして塾を開いた。今度は塾を開く側になったのか。この後の出会いが弥太郎に大きな影響を与えることになった。ここまでまだ何もやってないけど大丈夫か？この塾を開いている時に知り合ったのが川田章勇だ。いかにも学者っぽい風貌だな。この人はアメリカに渡っちゃったジョン万次郎の体験談を挿絵を入れて本にして土佐藩の藩主に献上したところ江戸で話題になった。ということは海外に詳しいということか。ここで弥太郎は海外の話を聞いて興味を持ち始めた。それで海運の重要性、外国の船を買い、旅客貨物を運搬して交通を盛んにして才能ある若者を養成すべきと説かれた。この考えが弥太郎の行動の基礎となっていると思われる。若い時にこういう話を聞くことは重要だよね。この川田と弥太郎の間に入ってきたのが後藤象二郎だ。なんか聞いたことがあるな。幕末明治と活躍した土佐藩士で大政奉還を進言した一人だ。日本史の教科書に載ってたような。後藤は土佐藩で政治改革を主導していた吉田東洋の義理の甥だ。通帝といい育ちの坊ちゃんなの？そんな後藤と弥太郎は海外に興味がある者同士意気投合した。こういう出会いは大切にしなきゃね。東洋が地政経済や兵学などの実学を教える塾を開いているということで弥太郎は後藤に頼み込んで入れることになった。学ぶことが大好きだな。ところで東洋さんは塾を開いている暇あったの？土佐藩でも偉くて忙しいんでしょ？実はこういうことがあった。藩邸の宴会の席で客をオーダーして免職されて出禁になって暇だったから塾を開いていた。という複雑な事情があった。土佐藩大丈夫か？それで弥太郎は東洋の塾に通うことになった。今度こそ長くいられたらいいね。ただ東洋が実力者だったのもあり処分が解けて土佐藩に復帰。1858年に東洋は三省に復帰して藩政改革に着手。新人の東洋、教育にも力を入れて武力を強化し階級制度も見直した。近代的になったのか。安政の大獄で藩主山内容堂は隠居を命じられるも後見人となって権力を維持、東洋の力も維持できた。いわゆる院政か。その中で東洋は経済政策を手こ入れするため外国との交易に力を入れることに、外国と交易ができる長崎に出張所を開設するため藩士を派遣することにした。もしかしてそれに弥太郎が選ばれたの？ああ、弥太郎は26歳で郷回りという役目をもらい長崎に調査のための出張に行くことになった。ここで弥太郎の才能が開花するのね。弥太郎は46日かけて長崎に向かった。あれ？結構時間がかかってるね。上役と共に長崎に着いた弥太郎は港湾施設や蒸気船、生薬工場の見学に行った。それで見聞を広めるのか。見聞を広めるにしてもろくに語学もわからず雇った新国人も通訳能力がなくて情報収集に苦しんだ。情報収集するのに言葉わかんなければどうにもなんないじゃん。自分の知識のなさと土佐しかなかった交際範囲の狭さに嫌気がさしたらしい。それでどうするの？宿泊先の目の前が遊郭だった。もしかしてそこへ遊びに行っちゃうの？父親から、弥太郎よ、長崎は誘惑が多いので女に溺れるなよ、と釘を刺されていた。親父が珍しく役に立った。がすぐに誘惑に負けて遊びに行った。弥太郎、そんな感じで遊びまくってたら半年でお金が尽きて東洋に手紙を送った。西洋人は横文字を使い喋る言葉はモズの鳴き声のようにしか聞こえなくて私には向いてないので解任してください。と手紙を出して許可も得ずに帰り始めたんだ。それはヤバいのでは。まあ藩のお金を使い込んだのでこのまま帰るとまずいな。おいー、このまま帰るとクビになるのでは。それで済めばまだマシで、おそらく決死者だな。いやー、必死に金策に走り回って秋軍の酒造家が百両化してくれてなんとか生産できたみたいだ。ガチで首の皮一枚繋がった感じだな。百両は今で言うと賃金換算でだいたい2000万円ぐらいになる。そう考えるとよくお金を集めることができたな。ただ勝手に帰ってきたので当然役目は外された。バックれたらそうなるでしょ。その後城を離れて結婚した。また変なタイミングで結婚したな。土佐では武市半平たら土佐勤王党が吉田東洋を暗殺。吉田東洋の派閥は要職から外された。幕末すぎる。東洋が暗殺されて2ヶ月後に弥太郎は藩の命令で参勤交代の列に参加させられた。そんなこともやってたの？それは仮の姿で本当は東洋暗殺の犯人を探すことだった。おお、なんかかっこいいじゃん。だけれども居眠りで書類提出が遅れてそれが原因で国へ戻された。全然撤回。実はこれ弥太郎を助けるためのものだったと言われている。どういうこと？他にも犯人探しをしていた人物がいて暗殺された。もしかして弥太郎もその中に入っていたかもしれないということか。山内容堂が復帰して吉田東洋門下が戻り土佐勤王党は一掃された。ということは弥太郎も復帰しちゃう？村に戻って開墾作業をしていた。まさかの米作り、3000坪の開墾だからな。さくな姫も真っ青な開墾だな。その後は奉行の下役に抜擢された。今度は役人になるのか。それにしてもここまで商売的なものが全く見えないけどいつ出てくるの？土佐の政治に復帰した山内容堂は東洋が掲げていた海運交易を強めようと改正官を立ち上げた。なんすかそれ。艦船の管理の他に航海術法術測量の教育、特産品の専売化、輸出を担当したり西洋医学の研究と普及や外国語の教育を行うところだ。なんか色々あって USJ みたいなところだね。テーマパークじゃねえよ。ここで弥太郎の才能が開花するんだ。ようやくか。改正官のトップが後藤正二郎。後藤さん生きてたのか。後藤は弥太郎を思い出してすぐに呼び寄せて改正官の仕事を命じた。そこで才能が爆発するのね。1ヶ月で退職した。早すぎるわ。最初はやる気を出して働いていたが3日でやる気をなくした。新卒のサラリーマンかな。弥太郎の上役が無能で頑固。しかも弥太郎に対して、合否不正が、東洋暗殺の下手人探しで上京して身の危険を感じてさっさと帰国したやつか、と陰口を叩かれた。やべえとさってめんどくさすぎる。弥太郎は最後に、改正官は小鳥の餌を鉢でこね回しているようなもので大事業なんかできるわけないもんねー。と言ってやめていった。立つ鳥跡を濁しまくって帰っていったな。この失敗するという弥太郎の指摘は見事的中した。マジで？外国人との交渉が下手くそで赤字はどんどんと膨れ上がって、小脳などの専売化により商品の流通は停滞して庶民の生活を圧迫した。無能すぎる。それで土佐藩はある打開策を思いついた。嫌な予感しかしないが聞いてやろう。改正官に藩独自の紙幣である藩札の発行権を付与すれば解決だ。この明らかに無能そうなところに紙幣の発行権を与えるという無能なことをやったの？結果無計画に藩札が乱発、藩内でインフレが起きてしまった。やっぱそうなるよねー。領民たちはアホ官と呼んだ模様。間違ってないのでしょうがないと思う。こういう状況だが貿易は重要なので、円滑に行うために長崎と大阪に改正官の出先機関を設立。これが土佐商会だ。グダグダな状態なのにアクセル吹かして大丈夫なの？特に当時貿易の中心は長崎だったので長崎土佐商会は重要だった。そこで後藤が自ら長崎土佐商会に入り動いた。親分自らやるとはこりゃかったでしょ。ただ後藤正二郎には一つ問題があって、多少の問題は目をつぶらなきゃダメよ。経営者の才能がないんだ。問題が致命的すぎる。外国商人と交渉をして損失を減らしたりしたんだが、それは良いことなのでは？経費に糸目をつけないで上海で船を購入したり商会用の家屋を購入して高額な接待費を使ったりと、まあ事業を伸ばすためだから多少はしょうがないのでは？それで1867年には長崎土佐商会で20万両の負債を背負うことに。あかーん。後藤さんに経営のセンスがないことは分かった。それで後藤は切り札を出した。どうせ弥太郎を召喚するんでしょ。よくわかったな。わかるわ。村で悠々自適に暮らしている弥太郎を呼び出して長崎土佐商会で働いてもらうことにした。よく引き受けたな。弥太郎の権限を大幅に拡大したのと弥太郎自身勝手に辞めていったのを悪いと感じたみたいだ。負い目を感じてたのね。それで8年ぶりに長崎に戻ってきた。どうせまたすぐに辞めるんでしょ。ここからは弥太郎が評価されていく。マジで？ 8年ぶりに長崎に到着した弥太郎は早速長崎土佐商会に入った。一応上役には後藤から釘を刺していたが相変わらず合子に対する差別が多かったみたいだ。なかなかなくならないもんなんだね。そんなのお構いなしに弥太郎はイギリス商人やアメリカ商人を接待しまくった。経費を使いまくったの？弥太郎は将来的なメリットが見込める相手とは金に糸目をつけないで接待で相手の懐に入り込み関係を強くした。これが弥太郎の才能の一つだったんだ。栄養のプロだったのか。そしてこの頃坂本龍馬と出会っている。キャー坂本さんだー。ところでなんで弥太郎と出会ってたの？坂本らの脱藩が許されて坂本が作った長崎の亀山社中が土佐藩直属の海運業となった。それで名前が海援隊となった。それで武田鉄矢が送る言葉を歌うと、それは違う海援隊だ。海援隊は坂本龍馬が隊長で独立経営という建前だったのだが実際は土佐商会が赤字を補填していた。つまり土佐商会は坂本龍馬の後ろ盾だったのか。長崎土佐商会での弥太郎の評価はうなぎ登りで責任者に任命された。ここに来てようやく評価されたのか。順風満帆そうに見える弥太郎だったが悩みの種があった。何か問題でも？海援隊がめっちゃ金食い虫だったんだ。そうなの？例えば、長州の木戸孝允が長崎に滞在するので1000両貸して、オランダ人からライフル銃を買うので 1.8 万両払っといて、めちゃくちゃお金使うな。これも坂本は大義のためと言って土佐商会から資金を引っ張った。坂本さんは土佐商会に足向けて寝られないね。それで坂本が姉宛てに送った手紙ではこう綴っている。土佐藩からは一銭の助けを受けないで50人の仲間を養っている。だから利益を求めざるを得ないのです。このバカチンがー。まあ建前的には海援隊は独立経営だからな。この海援隊でのエピソードで土佐海援隊として初公開の時に坂本が乗っていたいろは丸が事故を起こした。事故って何があったの？船と衝突して沈没。大事故じゃないですか。それで乗組員などは相手の船に乗り移って助かった。命は助かってよかったね。坂本は相手の船に乗り移ったら公海日誌を押収した。なんでそんなことを？もしかして相手の恥ずかしい部分を晒そうという魂胆では。そんなゲスなことをするのはお前だけだ。坂本は訴えを起こして弥太郎はこれに同席。それで相手は徳川御三家の紀州藩。紀州藩は意向を出して長崎奉行所に圧力をかけた。名門なのにやり口がこっすいな。弥太郎も同席して紀州藩と談判を行った。適当にグダグダさせてかわされそう。それで坂本は押収した公開日誌を証拠にして万国広報を根拠に主張して紀州藩から7万両の賠償金をゲットした。さすが坂本さん。それを目の当たりにした弥太郎は危険が広がったと言われている。やっぱ坂本さんってすごいんだな。この裁判中に後藤と坂本は上洛して、その後1018作ができた異性奉還に繋がった。それで徳川家による支配がとうとう終わったのか。そんなことが起きても弥太郎ら裏方は四苦八苦していた。なんで？土佐藩は汽船や重機、毛織物を輸入していて輸出は小農や鰹節などで圧倒的に輸入超過の貿易赤字で海援隊も、天下のために働いているのだ文句を言うな。それでどんぶり勘定で出費がかさんだので支払いの分割や小農の物農を代金の一部にするなどあらゆるやりくりをしていた。裏方はいつも苦労するな。ところで未だに三菱の影も形も出てないけどいつになったら出てくるの？実はすでにその原型が出ている。どこどこどこ？それでは後半で三菱設立とその基礎がどうやってできたのかを解説する。やっぱり連合参加畜生。